っても飛んでいってそうですね、はい、まあ、気持ちが入ってるだけにああいうプレーになるんでしょうけどね、ここは素晴らしいユーロステップ、ここから打っていきますか、2リバウンド、バールフリーで打って決めていきます、得意な距離ですよね、はい、味方を外から打って決まりません、さあまだ時間は少しありますが、小林ここから打って決めた、外のグー開いてインサイドに行きますが、もう一度外ハーベで風船合わせ、インサイドでここも決めていきます、膝の段になっていますか、アルマーいいですね、わーっと2人で来る、あーキッチー4番5番ただドライブできた、これはねじ開けましたねバウンスでブースインサイド、あこれもったマラドカのフェイダウェイでした、あさあ木村がそのまま行くか、木村がいいですね、ここも決めた、1点差、アルマ遠藤ブースがついてる、キャッチャンのシュートだ、あー決めた、これを決めた、アルマ懸命のマスがアルマ頑張ってる、お構いなしに打ってきた、同点に追いつきます、経験を積みながらというところプレーを続けます、さあ後半押し込む、おっとまたトマス、そのままかわしていきました、うん、5秒を切っていくか、激しいディフェンスだ、木村が打って今日も木村だ、今日も決めた、これはすごい、なんというクラッチな男だ、もう鳥肌が立ちまくりです、ね、木村があの体勢でこのシュートを決めた、これが新潟の勝利への執念、そういうことですね、もう入った効果っていうのが大きいですね、さあ木村これもダンショットも決めた、あいいですね、さあ木村だ、そして浮かせて、いやー4番だ、いやー意地見せました、4番、いつもよりは得点が少ないんですけども、ね、さあ追いかける仙台苦しい、もう打つしかないですね、決めてきます、よく決めてくる、食らいついてくる仙台、仙台が来るミス、さあそして時間が終わって、さあ新潟連敗止めました、いやー